グスタボアドリアン・ラモス・バスケスは、コロンビア・サンタンデル・デキリチャオ出身のサッカー選手。アメリカでカリ所属。ポジションはフォワード。アメリカでカリ2004年にアメリカでカリからデビューし、2005年には、ベネズエラのトルヒジャーノス FC に、2006年には、インデペンディエンテ・サンタフェに、レンタル移籍した。サンタフェでは、結果を残せなかったが、 2007年にアメリカで仮に復帰すると2008年シーズンは優勝プレイオフでインデペンディエンテメデジンを破って優勝したプレイオフのセカンドレグでは先制点を挙げシーズン通算では11得点を挙げて得点ランキング3位タイとなった2009年シーズンのトルネオアペルトゥーラでは9得点を挙げたヘルタベルリン2009年夏 ドイツ分でスリーガのヘルタ・ベルリンに移籍した。移籍当初は控え扱いであったが、実力でレギュラーポジションを勝ち取り、2009年11月の VFB ・シュトゥットガルト戦で初得点を挙げた。12月のバイエル・レバーク前ゼ戦では2得点を挙げ、2010年3月の VFL ・ボルフスブルク戦ではコンビを組むテオファニース、ゲカスと合わせて5得点を記録した。 最終節のバイエルン・ミュンヘン戦でも得点し、得点数を2桁に乗せたが、クラブは最下位で、ツバイテリーガ降格となった。2010から11シーズンは、ツバイテリーガで、チームトップの15得点を挙げ、リーグ最高得点で優勝しての、ブンデスリーガ昇格を果たした。ボルシアドルトムント2014年4月9日、 バイエルン・ミュンヘンに移籍するロベルト・レバンドフスキの後釜として2014から15シーズンからボルシアドルト・ムントに4年契約で移籍することが発表された。グラナダ CF2017 年1月中国サッカースーパーリーグの重慶力簿に移籍することで合意に至ったもののその後に決まった外国人枠削減によって 登録枠がなくなってしまったため、重慶と協力関係にある、グラナダ CF へドルトムントからレンタル移籍した。2017年夏に、重慶へ完全移籍した後、再度、グラナダへ、レンタル移籍で加入した。母国に、復帰2019年12月31日、グラナダとの契約を解消したことを公表。アメリカで狩りに復帰した。 2003年には U-17、コロンビア代表としてフィファ、FIFAU-17 ワールドカップに出場し、3得点を上げて、コロンビアの準決勝進出に貢献した。2008年8月20日、アメリカのニュージャージー州で行われたエクアドルとの、親善試合で、コロンビア代表デビューした。2009年10月14日、2010FIFA ワールドカップ。 南米予選最終節のパラグアイ戦で初得点を挙げたが、コロンビアは5位のウルグアイと勝ち点1差の7位に終わり、本大会出場はならなかった。2011年には、コパアメリカ2011のメンバーに選出され、グループリーグ初戦のコスタリカ戦で決勝点を挙げた。ラモスは残り2戦も先発出場し、開催国のアルゼンチンを抑えての首位での、 決勝トーナメント進出に貢献した。準々決勝のペルー戦にも先発出場したが、延長戦の末に敗れてベスト8に終わった。国際 A マッチ35試合4得点。ありがとうございます。